小さい頃テレビで3匹の子豚のアニメビデオの宣伝を見て電話番号を暗記して親がいない時にこっそりかけてみた。そもそも電話番号が合ってたかどうかも定かではないのだが、とにかくどこかに繋がったので電話に出たおばさんにビデオが欲しいということを相手に伝え、住所も言った。しかし幼稚園児の言うことなのでかなりたどたどしい。こっちがテレビを見て電話しました。まんまんマンションの311でというようなことを言っても向こうも何、うちは311じゃないよなどというばかりで泣きが明かず、そのうちに親が帰ってきたので慌てて電話を切った。もちろんビデオは届かなかった。そんなことも忘れていた。最近夜に一人で家にいる時に電話がかかってきた。相手はかなり幼く言葉もたどたどしい。言っていることもわけがわからない。とりあえず応対しているうちに相手が電話を切ってしまい、結局何だったのかわからずじまい。なんだ今のと思いつつ、読みかけだった本を読んでいる途中と3匹の子豚のビデオのことを思い出した。そしてぐっと気味悪くなった。そういえばさっきの電話の相手も311、3匹の子豚という単語を口にしていた気がする。そして自分の声は年齢よりずっとおばさんくさい。